はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、ビザラインペイクレジットカードを3ヶ月使った結果、溜まったポイント数は現在の使い方やポイントの使い道など解説ということで、今回は久しぶりのビザラインペイクレジットカードですね。実際にですね、まあ届いてから約3ヶ月ぐらい経過したわけなんですけども、そこでまあ実際のこう、どんな風にまあ使ってるのかとか、あとポイント数なども含めてですね、簡単にサクッとお伝えをしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 念のためですね、今僕が使っているこのビザラインペイクレジットカードなんですけども、どんな特徴があるか簡単にだけおさらいをしたいと思います。まずこの還元率なんですけど3、3%ということで、2021年4月の30日まで還元率が3%受けることができます。現時点であるクレジットカードの中でも非常にまあ還元率が高いクレジットカードかなと思います。で、もらえるポイントが LINE ポイントとなっておりまして、 年会費がですね、通常1375円。これ税込みなんですけども、それがまあ初年度であれば無料。で、あと、翌年度以降も年1回の利用で無料となりますので、普通に持ってるだけでも全然大丈夫だなっていう感じですね。で、あとはビザタッチ決済ができたりですとか、あとは 3D セキュアもありますので、セキュリティ面に関しても安心して使えるのかなと思います。これが簡単なビザ9ペ0クレジットカードの特徴ですね。 で、先ほどもお伝えしたように3ヶ月使った結果ということで、まあ僕がこのクリストカード届いたのが4月の終わりぐらいだった気がするんですけども、そこから約ですね、7月の18日まで、まあ本当にまあ3ヶ月ぐらいなんですけども、そこから使ってみた結果、僕が一番最初に思ったことは、やっぱりポイントがとにかく溜まりやすいなっていうふうに思いました。もちろんたくさんいろいろ思うことあるんですけども、なんかもう本当にもうポイントがとにかく溜まりやすいなと思いましたね。 というのも、やっぱりですね、還元率が3%というところが大きいかなと思いまして、大体のクレジットカードって通常の還元率が0.5%から1%ぐらいだと思うんですけども、それがまあ2021年の4月まではずっと3%なので、ここはかなり大きいなと思います。これが僕のですね、LINE ポイントを見れるマイランクのページなんですが、 もともとですね、スタートした当初5月ですね、この時487ポイントということで、しかも LINE のポイントクラブのこうランクがですね、確かシルバーとかだったんですよ。で、そこからですね、まあいろいろとありまして、9155ポイントまで上がりました。まあこれはですね、もともと LINE のポイントクラブのランクアップをしたいがために、ポイントサイトから一部ですね、ポイントを数千ポイント移行させたので、 なのでまあこれぐらい貯まったっていうのもあるんですけどもその間も結構ビザラインペ n クレジットカードを使ったのでそれでも結構ポイントが貯まるんですよねでそこからまたこれ6月から7月にかけてまあ大体3000ポイントから4000ポイントぐらい増えましてで今現時点では14623ポイントこれが7月18日時点で貯まってるので、まあ、この段階でもすごいポイントが貯まってるなっていうふうに思います なんかここまで溜まってくると結構面白いんでですよねで今僕がこのビザの隠蔽クレジットカード実際にどんな風に使ってるのかまあなんでこんなに溜まってるのかっていうのをですね、まあ、ここもお伝えしたいと思うんですけども ますすす、まあ、それぞれぞですねお伝えをしていいこうと思いますまず1つ目、各スマホ決済と連携ということですね。これは結構大きいですね。まあ、例で言うと3つ挙げております。まず1つ目は D 払いと v i s a l i n p クレジットカードですね。ちょっと VLPC って書いてるんですけども、これは v i s a l i n p クレジットカードとして見ていただければと思います。そうなんですよ多分この使い方をされている方が多いなと思うんですが、もともと D 払いにクレジットカードをセットするときは 3D セキュアがどうしても必要となるんですけども、v i s a l i n p クレジットカードにはその 3D セキュアがが備わっっててるのでででしかりとそれぞれぞすね連携ができてなおかつ D 払いの恩恵も受けれて v i s a l i n p クレジットカードの恩恵も受けることができるとこれで実質3.5%が成り立つということですね、まあ、けどこれに関しては今現時点でできてももしかすると今後、まあ、規制が入ったりする可能性もあるのかなと思いますで続きまして PayPay と v i s a l i n p クレジットカードですね、まあ、僕は PayPay の、まあ、ランク自体一番下なので0.5%還元それに合わせて ビザラインペクレジットカードの3%これで実質3.5%が可能となりますでこの場合ですね僕もともとソフトバンクユーザーだったのでソフトバンクまとめて支払いを使ってたんですけども、まあ、先,日先日ですね固定費の動画アップさせていただいたんですがあの Y モバイルに切り替えましてそれでもまとめて支払いが使えるので この3.5%が成り立つということになります。なのでですね、もしまあ高い還元率狙われて、なおかつソフトバンクや Y モバイルを利用されている方であれば、このまとめて支払い利用してみるのもいいんじゃないかなと思います。次はここですね。ここはまあ非常に使う頻度としたらまあ少ないのかなと思うんですけども、LINEPay と v i s a l i n e p クレジットカードということで、まあここはですね、LINEPay と v i s a l i n e p クレジットカードの特徴でもある、あの、チャージペイのサービスですね。これはランクによって還元率が変わってくるんですけども、僕はピラチナランクで3% 単元で、すねでこのチャージペイを使うときに関しては、まあ、LINEPay で出ているクーポンとかが出てると思うんですよね。何円引きとか何パーセントオフのクーポン。これを使うときにチャージペイを使うぐらいですかねそれに。それ以外に関しては、もう基本的に d 払いと PayPay ペイペイを使うことが多いので、もうこのチャージペイを使う頻度としたらちょっと少ないのかなというふうに思います。以上が各スマホ決済との連携についてでしたそれでは次、2つ目ですね。 モバイル Suica は 6g 経由ということで、これまだちょっと僕もですね、詳細については動画にしてないんですけども、まあどういったことかですね、簡単にお伝えをしていこうと思います。通常ですね、Visa LinePay クレジットカードから、まあモバイル Suica にチャージをするときなんですけども、これはですね、l i n e イントの付与の対象外となっております。まあ一応ですね、Visa LinePay クレジットカードのポイント還元の対象外の一覧表を公式ページから引っ張ってきたんですけども、 ここにも書いてある通り、電子マネーのですね、まあ、スイカに関してはポイントの対象外となっております。ですけども、ここですね、6g 経由ということで、まあ、スマホ決済の 6g というものがあるんですけども、この Visa LinePay クレジットカードを使って、6g にまずお金をチャージすると。で、その 6g からモバイルスイカにお金をチャージすると。そうすることによって、なんとですね、ポイント付与の対象になってるんですよね。ですけども、ここ一つ気をつけていただきたいのは、今だけの可能性はすごい高いんですよね、正直なところ。 まあちょっとしたまあ裏技にちょっと近いので、なので正直もしこのやり方を実行される際は自己責任でお願いします。念のためですね、ポイント付与の対象ということのまあ証拠をお伝えしたいと思うんですけども、 これがですね、僕の LINE ポイントの履歴ですね。いつ、いついつポイントが付与されましたよということで、ここ見ていただきたいんですけども、2020年の7月の10日15時27分、l i n e イミクシーポイント30ということで、まあ、上見ていただくとわかる通り、ビザライ l i n e クレジットカードから 6g から経営をして、モバレスイカに1000円をチャージすると、そうすることによって30ポイントが入っているということですね。この 6g 自体はもともと SNS で有名なのミクシーが経営しているので、 なので、このポイント履歴にもミクシーという風に入るようになってます。なので、7月10日時点では使えているので、まあ、それ以降に関してはどうなってるか分かんないんですけども、まだまだちょっと僕が付与される間はそんな風な感じで使っていこうかなと思っております。ですけども、もし、この6ガラム経由でモバイルスイカにチャージする際は自己責任でお願いします。最後、3つ目ですね、支払い関係、高級料金含むということなんですけども、まあ、ざっと簡単に挙げると4つですね。 まず一つ目は、飲食店、かっこビザ利用可能店舗ということで、まあ、スマホ決済とかも全然使えなかったりする場所であれば、まあ、クレジットカードが使えれば大体ビザ s a 内閉、クレジットカードで決済をしているという感じですね。あとはね、サブスクリプションということで、Amazon プライム会員ですとか Spotify 僕使ってるので、まあ、これらに関してもビザ s a 内クレジットカードで払ってると。Amazon プライム会員に関しては年会費で払ってます。そして、公共料金、電気代とかですね。あとはスマートフォンの通信費だったりとか、保険とか修理代とかですね。 一応僕はあの保険、毎月スマートフォンの保険に入ってるので、数百円っていうのを払ってまして、なおかつですね、まあ、先日ちょっとツイッターでもアップしたんですけども、アップルストアで画面の修理を行ったときに、まあ、かなり高額の、まあ、修理がかかったんですけども、一応それはですね、保険が効いて、なおかつ決済の時はは、ビザ a インペイクレジットカードで決済したので、まあ、1200ポイントぐらい入ったかなという感じで、まあ、修理しただけでもなんかちょっとお得感がありましたね。まあ、画面が割れたのは結構ショックでしたけども。 で最後にですね、僕がこの LINE ポイント溜まった時のこの使い道ということで、まあ、簡単に3つだけ紹介をしたいと思います。まあ、ざっとこんな感じですね、l i n e p e キャンペーン、LINE 証券ということで、まずこの l i n e p e の場合なんですけども、 まず一つ目はこのポイント払いということで、まあこれはちょっと使うかどうかってちょっと迷ってはいるんですけども、もしあのポイントで払いたいなっていう時は LINEPay で決済できるところであればポイントで決済をしてみたいなと思います。次二つ目キャンペーンということなんですけども、ポケオとかデリマということで、l i n e p o オとか l i n e デリマっていうのはサービスがあるんですが、まあちょくちょくですねキャンペーンを行ってるので、まあ LINE ポイントで払ったらその分また LINE ポイントが還元されますよとか、まあそういったキャンペーンがある時に使おうかなっていう感じですね。 で最後3つ目ライン条件ということなんですけども。 まあ僕自身そんなにその投資とかに全然詳しいわけでもないので普通に LINE 証券を使うかどうかというのはちょっと迷っているところではあるんですけどもけどですねまあこの LINE 証券を返せばなんとこの LINE ポイントを現金化することができるんですよですがもしですねその出金するとき銀行振込とかするとき出金するときに関しては手数料が一部発生するのでまあもしその現金化するときに関してはまとめて大きなポイントをまあ出金かけたりするのが一番いいのかなと思いますなのでもし今の現時点で LINE ポイント現金化しよう かなというふうに検討されている方に関しては今のうちに LINE 証券、まあ、解説しておくのも一つの方法なんじゃないかなというふうに思いますもしまあ機会があればね、こういった現金化の方法も動画にしようかなというふうに検討してます。まあそんなこんなで今回は僕が VISA l i n ペイクレジットカードを約3ヶ月使ったまあポイント数であったりとか現在の使い方そして今後の使い方について簡単ではありましたけどもまとめさせていただきましたいやほんとね今出てるようにとりあえず VISA l i n ペイクレジットカードを思いっきり使うのは 2021年4月の30日までとりあえず思いっきり使おうかなというふうに思ってます、まあ、それまでの間はね3%還元というかなりうまい状態なのでここはちょっとうまいようにねまた使おうかなというふうに思ってますもちろんそのラインポイント自分にはちょっと合わないなっていう方がもちろん中にはいらっしゃると思うんですがそれはちょっとご自身のねライフスタイルに合わせて使うか使わないかなどしっかりとその検討した上で使ってみるのもいいんじゃないかなというふうに思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました まあせっかくなんでね、ビザナインペクレジットカードのまあ話題の関連する話なんですけども、なんとですね、ビザナインペクレジットカードのブラックが出たんですよね。これ、僕今、赤のビザナインペクレジットカードを使ってるんですけども、このブラックが出たということで、なかなかこう渋いデザインだなというふうに思います。 でそのブラックに関してなんですけども今現時点ではスタンダードデザインということでブラックはお申し込みできるということで他にもですね色がホワイトグリーンイエローですね、まあ、それがあるんですがそれ,それに関しては8月以降順次ということでまだすぐにこの色に申し込めるというわけではないみたいですねでもしですね現時点で v i s a l i n e p クレジットカード持ってる方でデザインの変更されたいなっていう方がいらっしゃいましたらデザイン変更手数料1000円かかるんですけどももしですねちょっとマニアックな方がいらっしゃればこれ を機に変えてみるのもいいいいんじゃないかなかと思います、まあ、僕はですね、まあ、結構あの赤の色がですね気に入ってるのであれをとにかく、まあ、使い倒そうかなというふうに思っておりますということでありがとうございました。